こんばんは。お時間になったので、ミカさんとのコラボライブを始めます。ちょっとグリーンカレーを作りながらやっていこうと思うんですけど、私は何せ忘れっぽいので、ちょっと全部材料は切って入れてます。で、今日は混ぜて、本当ココナッツミルク入れるだけの簡単グリーンカレーをやります。で、もうミカさんのいっぱいすぎてテーブルに乗らなくなってきた、これを。もう映すかお願いします。で、今日使うのはこれ。何の鍋でしょう？欲しがってたやつ。すき焼き鍋。そうです。ね、これ。すき焼きを期待しとったやつ。ねえ、すき焼き。ごめんね、カレー。で、さあ、やろう。うん。普通にグリーンカレーのペースト売ってるんですけど、もう、ペーストなくてもできるやつ？ニンニク、生姜、玉ねぎ。そうで、これをブイントします。24と26で迷ってますって。コメント。これはもう男の俺にはちょっとようわからんの。どれだろう、こっちが26で、こっちが24。男の意見も欲しいんですけど。男の意見か。もう大は小を兼ねるででかい方がいいと思います。とにかく。いや、でも、5人家族なら。26。私は26をおすすめします。ですね。カレーなんか子供が大きかったり、まだちっちゃかったり。結構何を使えるやろ。今日24使う、26使うとかない？ちょっと焼きたい時ってあるじゃないですか。あるやん。そういう時はちょっとなんかあれやろ。ちょっとだけみたいな時はもうこれ使って。でもやっぱりもう、メインってなったら大きいやつですよね。こっちに持ってきだせ。ここに収納してたんだ。全部入るよ、それがさ。こんなあったんだ。この下に全部入るんですよ、一応。18便利ですよね。すごい便利です。ちょっとだけの時は、そう、本当18センチぐらいがいいですよね。使う前にこう、洗うこと考えたりする？するよ。する。じゃあもう、でかいのと一番、でかいのと一番細いの買うたらええ。そう、ちっちゃいの可愛いよね。うん。これなんか、子供が好きで、今日の朝、ホットケーキミックスを、私が起きてくる前に準備して、このフライパンまで出して、準備してました。で、これ、長く使ってもらうには油をちゃんと引いて、木製とかシリコンとかの使って料理してもらって、熱々のままジューって冷やしたりとかせず、中性洗剤でお手入れしてくれたら長く使えます。どのフィカ一番使えますかってね。でも、これも使うし、これとこれ結構メインですね。でも揚げ物はこれ使うし、揚げ物、スープ、だいたいこの3つで全部ご飯はできるよね。この3つでだいたいご飯は作ってます。で、ちょっと焼いて、肉と野菜別に焼きたいとかなったら、このあんま洗いたくないからこれ使う。ちっこいやつね。ちっこいやつね。そうですね、スクエアよく使ってます。スクエアってそのなんか長方形みたいなやつ、うん、いや入るよね、すごい。揚げ物はどうしてますか？揚げ物はこれが深いから、これにちょっと油入れて、だけど外に跳ねないんですよ、これ。はい、なるほど。そう、こう普通の鍋だとこう飛び散るけど、これ深いから飛び散らなくて、すごい最強だよね、揚げ物これ。ほんと、最強です。ピカファミリー。あ、見たことないけどね、そんなんね。あ、形？うん。確かにね。そうで、肉炒めます。ダニエルは鶏肉が食べれないので、カレーって大体鶏だと思うんですけど。何にした？豚です。豚か。オイルガードせんでも大丈夫なんだって。あ、全然大丈夫です。それに、なんか、網をしたりする。みんな元気ですか？これとってもいいです。すごく深いから。肉と野菜を炒めます。タケノコと、ナス
とパプリカとズッキーニにしました。でパクチーが苦手な方はほうれん草でも大丈夫です。ダニエルは苦手だよね。何がパクチー？いやいや、そんなことない。本当？葉っぱやろ、ただのそんなこと言ったらただの葉っぱやん、全部油を吸っても。キャセロール欲しいなって。のいや、キャセロールおすすめで、こうたらいいやないですか、うん、なんぼか。ガスもアイチも使える？使えます。色違いあるか？あります。深い緑だし、そう、ピーチピンク、かわいいピンクがあって、ピーチピンクがそれこそこのスクエアと、ディープキャセロールと26センチってこれじゃない方かな。キャセロール欲しいけど、26センチが凍ったらええ、凍ったら、うん、発売されるそうなんで、さっきのペーストを入れてます。新しくピンクのこれとかは後ろがザラザラじゃなくてツルッとしててお手入れも楽そうでした。これこうなってるんだけど、これがなくなってさらにお手入れがしやすくなってます。これ26です。だから蓋が転用できるね。よう覚えたの。マニアみたいになったね。本当ね。で、これ、ちょっと水分飛ばして、煮詰めます。もちろんですよね。ねえ。なんか、ちょっとパクチー、私、ちょっと苦手で、ほうれん草も入れます。どう思います？なんか、私が晩ご飯作ってるのに、隣で焼き鳥か買ってきて焼いてるんです。自分の分をさ、こう、ふらーっと買ってきてさ、庭で、なんか楽しそうに一人で焼いてる。まあ、いや、いいかなと思ったんだけど、ちょっと、整理前、ちょっとイライラして、さすがに、ちょっとどうかと思った。個人情報みたいなやつなんだ。いやいやいや。ココナッツオイルで伸ばすだけです。ダニエルの最近の話したら、うん、カラオケに行くよね、いつも。ね。昨日はキャバクラでの。キャバクラでさ、キャバクラ。みんなの旦那さん、キャバクラ行きます？そこ結構行くんですよ、うちの旦那。な、会社の人に連れられて行くんですけど。ね。みんなの旦那さんは。誰も知らんと思う、この歌。もう、末っ子の、ね。男の子が歌うんですけど、そこの部分だけね。ダンコがね、やばいよね、フレーズがあるんやけどね。そう、なぜかキャバクラだけ。キャバクラで働いてるよ。あ、そう、人間ゾロか知ってる、はるちゃん。すげえ。すごい。なんで知ってんの、はるちゃん。いや、私でも知らない。ほら、一人おったやん。すごいね。いや、びっくりした。なんか、そうこうしてる間にできました。なんで知った？あ、入れすぎたかも。ナンプラーを入れて、おしまいです。もう一年よね。一年ずっと、毎朝キヨキバ聞いて。だから今からもうちょっとキヨキバ聞きながら、一人で、はい、一人で。うん。いや、たまに誘ってくれるんですけど、たまに。そう、今日いいとか言って。今日いいなんかちょっと違う意味捉えられる。できた。できました。できました。はい。もうめっちゃいい匂いするね、これ。すごいいい匂い。なかなかね、グリーンカレーとか夏食べたいんですけど、子供がいたらグリーンカレー飲んでいけないじゃないですか。だから、ちょっとね、家でも簡単にと思って。お気に入りのフィカでよく作る料理なんですか？そう、よく作る料理ね。子供が好きなものばっかり作るから、結局子供が好きなのって唐揚げとかハンバーグとか、ミートパスタ、ドリアとか、こってりしたもの。だから、なんかやっぱ友達が来てくれて、こういうのを作るってるときは楽しいです。そう、今日は入れ忘れありません。また、それをまたよそ行きみたいな米のなんかあれでかない。ああ。僕あれなんですよ、皆さん。あの5キロ痩せましたからね、5キロ。そう、5キロ痩せた、すごい痩せたね。もう僕0か100の男なんで、もう晩飯断食してから5キロ痩せましたよ。プロテインね、飲んで。そうそうそう。でも過度なダイエットはちょっとやっぱやばいかもしれない。メンタルにも来
来たりするけんね。ああ、確かに。そうやろ。うん、来ると思う。あれ？できたよ。できた。こんな感じで、パクチーを飾っていただければ、完成です。バジルでもいいし。絶対うまいやろ、これ。絶対美味しいよ。そう。今使ったすき焼き鍋は、鍋とかするのも、ほんといいなと思います。それいいよね。これめっちゃいいですよね。俺、すき焼き一人時あれしよったもんね。フライパンでしよったもんね。ね、フライパンちょっと味気ないですよね。なんかこう。これ、あ、そう。ミトも一緒に買うといいと思います。ピカ、どういう風に収納していますか？あ、立てて収納してます。焦げやすい？熱伝導率はいいです。だから、強火以下でしてください。で、ハンドルは木製やけ。熱くないです。熱くないやろな。これは熱いです。この、すき焼き鍋とかディープの、こういうやつは熱いので、ミトンと一緒に使ってくださいね。24、26、28。焼きそばはどれか。焦げは出ません。焦げは出ないですよ。焼きそばどれ。なんかしかも有害物質が出ないので、なんかお子さんいる家庭とか。焼きそばはどれか。焼きそばって何？焼きそば作るやんどれ。焼きそば？焼きそばはこれですよ、これ。それ前なんかしたよね、それで。これはアヒージョします。アヒージョか。とか、ここにカレー入れて、なんかおにぎりとかもしたよね。外で食べるなら。ああ、そうそう、それめっちゃいいっすよ。そう、で汚れはスルンって取れます。あとは、ほら、こっちも焦げついてないの分かります？ああ、そうですね。こっちも、汚くならない。スルン、スルンです。汚れはスルンと取れます。オッケー牧場。お手入れも簡単で気に入って、私は買い足して、その後アンバサダーになります。自分で買ってました。アンバサダーってどういうの？アンバサダーの意味。アンバサダー。昔なんかさ、アンバサっていうさ、ジュースあったよね。どんなジュース？カルピスの炭酸みたいな。スコールかそれ。あ、食洗機いけるんですか？食洗ハンドル以外のものはできるの？入れたことがなかったです。こういうのはじゃあ、食洗機いけるんですね。いけるだろうね。おみをアンバサー知ってるってよ。あ、そうね。ありましたよね、アンバサーって。IH は使えます。ほら、今でもある、このスコールみたいな。メロイエロー、うわ、それはちょっとわからんで。ミルキーウェイで飲んでました、ね。ミルキーウェイって何やっか。田舎だからかな。ミルキーウェイって何？どっかちょっと洒落た喫茶店とか。それかね。そうそう、フィカが見える店舗。増えました。そうです、大分の百貨店時は本店に行ける台所用品売り場で販売。あと岩手県にあるルームデザイン、愛知県にあるモノプレイスでも、他にも展開してるショップはあるみたいなので、公式で確認してください。いや、つぶみは渋いこのこといや、つぶみはそこ来た、ね、いや、でも店舗で見れるの羨ましいなと思います。なんかいいよね、実際に見たいよね。いや、ジュースネタでつぶみはマジでやばいね、これもう。そう、グリーンカレー誰か作ってくださいまた見てくれるかな、ね、いいともいいともしてくれてますいいともいいと も, いいともありがとうございました。またバイバイ。そう、髪切りましたねまたね。